ピーコミ現在よ。今日の阪神の試合よ。ちょっとな、スポナビでも見てな。復習や、復習。チェックすんぞ。ここなんや、これなんや。おさとてる派の名前の横に、なんか謎の数字が書いてんぞ。これなんや。お、名前の横、164って書いとるけど、これ何？なんやこれ、164。164、164。ヒーローよ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 ってこと？あなたがヒーローよってこと？あ、そういうこと？そう、あ、打率やないかい。いや、これ打率やないかい。どういうことやねん。お、騙されるとこやったわ。お、なんやこれ。これなんや。梅の班のすぐ横、名前のすぐ横に、謎の数字。1、1、1。これ何？ 1、1、1。1番ってこと？ゾロ目、ナンバーワン。あなたがナンバーワンってこと？そういうこと。1番！いや、打率やないかい、これも。いや、これも打率やないかい。どうなっとんねん。どうなっとんねん。1番から4番まで打っても、5、6、7で止まってまう。ほうほうほう。この打線どうにかせんとあかんぞ、マジで。おさとてるは。何回同じパターンで三振させられとんねん。今日3三振と、最後ファールフライ。いや、もうしっかりしてくれよ。そろそろしっかりしてくれ、打ってくれよ。アドバイスしたろか、わしから。わしから、技術的なアドバイスしたろか。頑張ってくれ。頑張ってくれ、それだけ。青柳さん、青柳さんどうした？今日3回持たず4失点、前回も5回持たず5失点ってことで、一体どうしてもうたんや、青柳派。大竹派に雨男取られたからか。いや、そんな関係ない。けどな、誰が何と言おうが阪神タイガースのエースは青柳派あんたなんや。しっかりしてくれ。次期待してんぞ。けどな、阪神ファンいいかよく聞けよ。誹謗中傷あかんぞ。選手を責めんのは絶対あかんぞ。責めるんやったらわしを責めんかい。わしに誹謗中傷せんかい。すっきりすんぞ、すっきりすんぞ。いくぞ、せーので、せーのでわしを責めろよ。いくぞ、せーの、口臭っす。このおっさん口臭っす。今まで歯磨いたん3回ぐらいじゃん。せーの、足の裏ネチョネチョしてす。なんか歩いたらゴミめっちゃつくんじゃん。くせす、足の裏もくせす。もう一個いくぞ。はい、せーの、自販機のお釣りんとこバカバカして小銭集めて回ってす。このおっさん就職したことあるんけ。はい、ってことですっきりしたな。すっきりしたな。わしは結構答えとんぞ。わしは結構答えとるけども、阪神ファンがな、みんなすっきりするんやったらこれでええわ。わしをどんどん攻めんかい。誰が足の裏ネチョネチョしとんねん。誰が足の裏ネチョネチョしとるやないけ。ネチョネチョしとったわ。正解、正解でございます。はい、ということで明日はな、明日は勝つぞ。明日は村上頌樹班、坂本班とな、バッテリー組むから、楽しみや。ただ中日さんもな、高橋宏斗班やろ。ああ、まぁ、ちょっときついけども、村上班、前回できんかった完全試合、やったれや、横で。ほほう、阪神ファンがついとんぞ。あ、明日は勝つぞ。はい、三上玄三でした。ねちょねちょしとる。